優れた創意工夫で技術の向上に貢献した人に贈られる賞に中津市の女性が選ばれました。文部科学省の創意工夫功労者賞を受賞したのは、TOTOサニテクの中津工場に勤める三原和子さんです。三原さんはトイレの便器を組み立てるラインで働いていて、製品を自動で持ち上げる装置など自ら作った7つの道具で作業時間を 10% 以上短縮させたということです。こういう大きいところでね、私の改善が評価されたというのは本当に嬉しく思っております。まだこれから若い人たちにもっともっと改善の楽しさや改善の素晴らしさを伝えていけたらいいかなと思って。今日の深掘り、取材は小栗さんです。はい。創意工夫功労者賞とはどういった賞なのか、詳しく見ていきます。創意工夫功労者賞は1960年から始まったもので、職場の作業効率を向上させるなどのアイデアを考えた人を文部科学省が表彰しています。今年は全国で469人、県内では5人が受賞しています。ではどんなアイデアが受賞しやすいのかというと、時代の流れを捉えた課題解決策が選ばれているようです。例えば今年度は6人での作業を4人でできるようにした、小さな工夫で現場の大きな負担軽減が図れたなど、やはり近年は人手不足やコスト削減に貢献したアイデアが多く受賞しているんです。県内ではこれまでにどういったものが受賞してきたのか、具体的に見ていきます。まずこちら、2014年度には港のゴミ取り機であったりとか、2016年度には柚子胡椒専用の容器に詰める機械、充填機の改良をしたアイデアなどが受賞しています。大分ならではのようなアイデアが並んでいます。そして今年度受賞したうちの一つが、電池を梱包するために使うテープカッターの改良です。エフサステクノロジーズ太陽という会社のものなんですが、こちらでは障害のある人が多く働いています。電池の梱包にテープを使っているのですが、改善前写真のように両手で押さえて貼っていたので時間がかかっていました。そして改善したのがこちら、粘着面、テープの粘着面の裏表を逆、つまり 上向きにして改良したということなんですが、どういったことなのか、ちょっと詳しく実践してみますね。こちらテープですと、粘着面って普通下に来てますよね。それをこのようにですね、くるっと反対にしたということなんです。これでですね、こういった電池をそのままくるっと片手で梱包できるようになったということなんです。こうしたアイデア、ちょっとした工夫が表彰されているということなんです。これによって作業時間、なんと以前は3分20秒かかっていたんですが、こちら50秒に短縮されたということなんです。そしてこの改良によって手に障害がある人も片手で作業できたりとか、作業の幅が広がったということです。現場では作業のスピードが上がったので、大量依頼が来ても怖くなくなったという声が寄せられているそうです。大分にはさまざまなものづくりの技術がありますが、それを支えているのはこうした日常のちょっとした工夫なのかもしれません。以上、深掘りでした。